成果を確認してくれ。探索船バツビオ、料理できたわよ。一応料理味が分からなくても案外作れるものね。やるからに。一刀対魔師エレノアだな。ゴーマに屈するとは恥を知れ。大魔師の堕落は大いなる最悪の種となる。この罪は死をもって償ってもらうぞ。こいつはどうだ。どうだ。支援連結、支援連結、どこだ。お前は民を裏切り、アルトリウス様の理想を汚した。違う。ベルベットは私を試している。アルトリウス様の特命を果たすためには戦わなくては。でもこれ以上は殺してしまう。死をもって粛清よ、エレノア。私には殺せない。まだだ。借りは返したぞ、エレノア。新しい刀。ほう、まがまがしいの。
準備はできたんだな。ああ、あとはあいつを切るだけだ。俺も見届ける。私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわね。あんたが死ぬとライフセットの器がなくなる。分かっています。やめろベルベット。殺さないのですね。今はお腹空いてないの。命令よエレノア、タイマシとは死なないように戦いなさい。わかりました。今のがエレノアの限界ってことか。そのようだ。あれ以上追い詰めれば心が壊れる。お綺麗ね、タイマシ様は。だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。へえ、案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。わかってるわよ。ビエンフ、ちょっと相談があるんだけど、いいかな？そろそろそんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ。僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ。何でも聞くでふよ。ありがとう。この前ビエンフが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな？好みの人間女子を口説いて器にする方法と、可愛子ちゃんと好き好きスキンシップってふか。ちょっと声が大きいよ。君はエレノア様と器の契約を結んだんでふから、そんな本必要ないでふよ。だけど二人でいると会話が弾まないっていうか、質問と答えが噛み合わないっていうか。はあはあはあ、契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね。僕も経験あるでふ。そういうことならもっといい本があるでふよ。ああ、たくさん読んでるんだね。僕は勉強家でふからね。例えばこれはどうでふ。露天風呂トーク術、身も心もまっぱっぱ、腹を割って話すのが一番でふ。一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの？じゃあこれ、風呂上がり野球拳、タオルも心の壁もホームラン。どうしてすぐに脱がそうとするの？余計に話しにくくなっちゃうじゃないか。わがままなライフセットでふね。じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ。心ハッキング、教えてポックリさん、日記盗み読み日記、拳で語れ。どれも名著でふね。マギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々、涙がこぼれるでふ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術、これがいいでふよ。必読でふ。二人で読書ですか？そうなんでふよ。ライフセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ。話は聞いておいたでふから、あっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよ。さあさあ。あ、はい。空気を読む会話術、この本もダメっぽいな。俺のランク。
六郎、影打ちって何なの？刀鍛冶は刀を打つときには一本じゃなくて何本か同時に打つものなんだ。そのうちの最も出来のいいものを真打ち、それ以外のものを影打ちと呼ぶんだ。真打ちと影打ち。俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で俺の剣が偽物という意味なのかもな。そんなつもりじゃ。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフセットが真打ちなのかな。うっ、どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ、何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。でもなら、どうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？それは、お主の真実とベルベットの真実、これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。
六郎としぐれは同じ乱月流なのに戦い方が違うよね。乱月流には大太刀一刀の表芸と小太刀二刀の裏芸、二つの剣技があるんだ。しぐれが表で六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど。乱月流でもそうさ。小太刀は大太刀の修行相手として覚える技だ。そんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですか？あの方の剣は尋常では。いやってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは、ガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの大太刀はまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて小太刀を選んだ。この身に一番染み込んだ裏芸をな。間合いの振りは明白だぞ。恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。恐怖を消すか。人間じゃなくなったゴーマならではの剣ね。だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃの。え、最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン、日向を歩く大魔師の兄と日陰を行くゴーマの弟、正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を斬ることだけじゃろ。どちらも名刀でも大魔師とゴーマが似ているなんて。
来たか。ってことは出向いたタイマシたちはみんな帰り討ちに会っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。でどんな刀を売ったんだ。まやってみりゃわかるな。僕たちがあのタイマシたちと戦う。徳郎はしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、追っ始めるか。やるね。簡単に終わっちゃつまらねえ。手段は選ばなくていいぜ。なめるな。セイヤーセイヤー砲火中。そこだ。くらえよ。くらえればいい。そうだ。ごめん、アンビュー。ほう、なかなかいい刀じゃねえか。お前を斬る刀だ。よく拝んどけ。その気合い、最後まで持たせろよ。なかなかやるじゃねえか。全力でとどめ、アンビレス容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リズムペイン決めろ。そこや、そこだ。食らいつく。ホール中ネッコーディー。とどめ、アンビレス。リズムブライト捕らえられまい。とどめ、アンビバレット。
やりやがるな。だがよ。お前の腕は悪くはねえよ。だが、せっかくゴーマになったってのに、ただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃあ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら、見せてやるよ。俺の剣をな。どう？モルツ！今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし、今日はここまでだ。いいか、てめえら、もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を斬りに来い。斬ってやるさ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、奴は、奴らは強いけど、必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だが、ゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな？うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。ベルベットのゴーマ種、あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはず。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか。あのゴーマ種は包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて、まるで男物。もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出の。なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどというとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、はい、その、お裁縫を。
あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え？私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあんたにお願いするわ。任せてください。あんたどうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい。案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。正解。俺の感性が叫んでいる。これは名品だ。この様式はまさかあの伝説の。探索。